ちぇ、めんどくせえ力だな。ああ、それが取り柄なんでね。なんでこれって氷？まさか、シン！その通り。これがこいつの本来の能力。いくらてめえの再生力がすごかろうと、物質の動きが停止する絶対零度かじゃ、クソの役にも立たんぜ。絶対零度だと？これで思う存分切り刻める。やるぜ、シン！暇はねえだろうが。メレフ、そのまま動くんやないで。残念だったな。ハナ、くらえですもん。邪魔だ。ハナ、ドラ。こんなところで倒れてたまるか！もういい。やめて、レックス。私たちに関わらないで。そう。これが私たちの望み。私たちの力は、レックスたちを苦しめるだけ。それなら、そんな力なくなった方がいい。楽園に行きたいって、言いましたよね。私たちの本当の望みは、楽園に行って父様に私たちの存在を消してもらうこと。それがこの世界のため。だから放っておいてくれればそれでいい。放っておけるかよ。傷を一つ受けるたびに君の痛みが伝わってくる。痛みが一つ増えるたびに君の心が泣いてるのがわかるんだ。なんだ、いよいよ頭がいっちまったか。目の前で女の子が泣いてるってのに、そんなの放っておけるわけないじゃないか。ここで私たちがいなくなっても、あなたはいつか楽園へと行ける。だから。それじゃあ意味がないんだ。俺は君と行きたいんだ。楽園に君と二人で。約束だろ。俺は君のために楽園に行く。君一人だけのために楽園に行ってみせる。だから行こう。そして確かめよう、君が何のために生まれてきたのかを。俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを。俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君の全てを俺に、この俺にくれ。
夫だ、光！ごめんね、レックス。でも、もう大丈夫。もう、迷わない。これは…その方が、かっこいいでしょ？サンキュー！みんな！行くよ！おう！リベンジだね！親父も悪趣味なことは認めん。そうまでして俺に立てつくか。光、邪魔をするな。氷に変化したようじゃの。
なぜお前まで粒子を加速できる？ないはずだ。お前にそんな力は。いくつはわからない。だけどできるんだ。望んだことが望んだままに。これが炎と光の本当の力。まだやろうというなら。なんて悲しそうな目なんだ、レックス。甘いな。今切らねば後悔するぞ。俺の本当の目的は戦うことじゃない。楽園に行くことだ。だから俺たちの邪魔をするな。そうはいかねえのさ。俺たちには俺たちの目的がある。そのためには邪魔なお前たちを消去する。目的ってなんだ？決まりきっている。人を滅ぼし、世界を滅ぼし、そして神を消し去ってやるのさ。俺は天の聖杯、神をも含めた存在を消し去るために神自身が使わしたイレイサーだ。イレイサーだって？そう、俺はイレイサーとして世界を消滅させる。そのためには楽園に眠る最強のデバイス、アイオーンを目覚めさせる必要があるんだよ。本気なのか？本気も本気、超本気だぜ。それが神に与えられた天の聖杯の本当の役目なのさ。違うわ、父様はそんなこと望んでいない。あなたは間違っている。いいや、正しいのはこの俺さ。サーペント。その通り、終わりだ。どこまで呼び上がったか。あれがセイレーンの本体。上等だ。大丈夫。